皆さん、こんばんは。今日は2022年2月20日日曜日です。今日のテーマ、中国からお金がですね、外国に流出されていきます。世界の不動産が高騰です。日本の不動産もそうですが、アメリカもオーストラリアもカナダもそうです。でも、中国の不動産だけは下落です。これについて話をしたいと思います。去年、ある現象が起きました。 中国では人気のある国、あるいは移民する国ですが、人気ある国ですが、移民行きたがる国の不動産は高騰してきました。そして人気であればあるほど不動産の価格は高くなってきます。しかし中国の不動産は去年の後半から下がるようになって、そして下がり続けている状態ではあります。中国では人気のある移民先、カナダ、 これはナンバーワンです。一番人気です。不動産2021年26.6%上昇しました。これは史上初の数字です。平均一つの不動産に対して71万カナダドルです。約7000万円を超えています。そしてトロントの不動産史上初の金額となってきました。みんな言いますが、信じられないほどの価格になったというふうに言われています。 次ですが、米国です。去年の米国不動産の販売価格、中間値は34.6万ドルです。約4000万円弱です。これは11年ぶりの高額となってきました。2020年より16.9%の増加です。オーストラリア、住宅の平均価格22、22%の増加です。首都キャンペラ地域ですが、不動産の中間値、 77万オーストラリアドル、約6000万円を超えています。イギリス、史上初の数字です。去年、住宅の平均価格24万ポンド、約3700万円です。これは前年度より7.1%の上昇です。ウェールズ地域では11%の上昇です。次はアイルランドです。 不動産の価格14.4%の上昇です。これは7年間以来の高額となっています。首都不動産価格は平均50万ユーロです。約6500万円となります。日本同じですが、日本の不動産はバブルの時代が終わってからずっと下がっていました。しかし去年、東京都 また、東京周辺の地域ですが、去年、新築不動産平均販売価格は6260万円となります。これは新築です。2020年より2.9%の上昇です。平均販売価格は1990年、それはバブルの時期、当時ですが、を超えたんです。つまり、バブルの時期、不動産の価格は一番高かったはずですが、 今、その時期よりも超えていました。不動産の価格が上昇する二つの原因があります。まあ、これが基本となりますが、一つ、コロナの影響です。コロナの影響で世界の各国、みんな利息を安く設定しました。次は、金融緩和です。次の理由としては、二、政府は補助金、あるいは支援金を出しました。 特にアメリカの政府ですが、ヘリコプターマネーだと表現されていますが、ヘリコプターからもう上からお金を巻くというイメージです。しかし、ここで無視できないのは中国の資金です。中国から大量の資金は中国から逃げました。外国の不動産の価格にも影響されるほどの量なんです。2021年、去年、中国から大量の資金は逃げました。 私は資金の亡命だと表現します。当然ですが、中国政府はこれに対して発表しません、公開しませんので、でも実に分析はできます。2021年、中国の国際収支について、政府には国際収支、中国ですが、2つの口座があります。1つは経常収支です。主に貿易、 あるいは商品とサービスの貿易です。次は資本と金融の収支です。つまり投資の口座です。簡単に言えば、一つは貿易です。一つは投資です。貿易は当然ですが、中国は貿易黒字です。3157億アメリカドルが黒字です。 うち商品の貿易は5,545億ドルでした。これは2021年、中国はたくさんの商品を輸出したからです。しかしサービス貿易、これは赤字でした。例えば輸入とか輸出の展覧会を開催します。外国の企業、用人を接待する、あるいは参加してもらおうと、これは赤字ですので、約977億ドルが赤字なんです。 また、外国からの部品、主に日本からですが、あるいは原材料などを購入しますので、もうこれは当然赤字です。 そして、中国から原材料を日本などに輸出をします。日本で加工してもらいます。まだ中国に戻ってきます。中国で組み立てて商品として輸出します。これはまた黒字となりますので。すべて合わせて、中国の政府の発表というのは、我々貿易の黒字は3157億ドルですよと。次は2、資本、投資です。 外国から中国に直接投資をしてくれた、これは黒字です。2000億ドルです。そして、中国の外貨残高、1886億ドルが増加しましたと。しかし、これが問題なんです。中国はタコさんの商品を輸出しました。黒字です。そして、外国からの投資もあります。これも当然ですが、黒字です。本来であれば、 これらの数字を合わせて外貨貯蓄の口座に入れます。つまり外貨準備残高と言いますが、この準備残高は増えるはずなんです。でも1886億ドルしか増えていません。約3200億ドルが行方不明となったんです。つまりこのお金はどこに行ってしまったという意味なんですよ。 2009年から中国の資産はどん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 外国に流す、まあ、流出といいますが、なるようになりました。毎年増えている状態なんです。2021年、2012年、中国政府として説明はありました。それは成長ですよ。あれは誤差です。そういうふうに言いました。しかし、当時は数百億ドルでしたので、みんな聞いて、その説明はやはり通じます。誤差でしょうと思います。 それから1000億ドルの単位になってきて、中国の政府は説明はしなくなりました。もう何を説明しても通じないんです。2013年は770億ドル行方不明です。2014年は1000億ドルを超えました。2015年は2000ドルを超えたんです。2016年、 中国人民銀行は取り締まりがありまして、時々収まりました。しかし、2017年、まだ3000億ドルと急に急増しました。出ていたんです。2018年からまだ増えていました。2019年というのは特別です。米中貿易戦と言いますが、あるいは摩擦ありましたので、中国からまだ資金が逃げるようになりました。2020年、実はもう2年前ですが、 約6000億ドルが逃げたというふうに聞いております。大体ですが、この10年間、約3兆ドル、アメリカドルです。逃げました。これはですね、約中国の外貨準備残高に相当します。中国の外貨準備残高、2010年は2.85兆ドルでした。しかし、2021年は3.15兆ドルです。 つまり、この10年間ぐらいですが、そんなに変わっていないんです。でも、中国の輸出は2010年から多くなってきている。毎年増加しているにもかかわらず、外貨の準備残高はそんなに増えていないんです。これでわかるのが、もしこの資金が逃げないと、中国の外貨準備残高は6兆ドルに、あるいは6兆ドルを超えるでしょうと思います。 先進国の不動産価格は中国と関係あるとは言い切ることはできないんです。でも、このような規模ですので、影響は多少はやはりされます。日本は移民の国ではありません。日本に移民して不動産を買うっていう数字はないんです。でも、米国、イギリス、カナダ、オーストラリア、まあ、これらは中国に人気ある国ですが、やはり移民の国ではあります。 これらの国はデータを発表されています。中国人は中国のパスポートを持って米国で不動産を購入するのは2014年、急に増えました。2014年、米国の不動産を購入する外国人、アメリカの国籍ではないのが前提で中国人はナンバーワンとなりました。今でもナンバーワンです。 米国の発表では2017年がピークとなりました。317億ドルの不動産を購入しましたと。まあ、さっきの数字ありまして2017年でしたが、これは急に3000億ドル持っていたんです。これでわかりますが、中国、このお金をですね、多分アメリカに持っていたと思います。お金の大半は米国に流されて、不動産は購入したというふうに思いますが、 2017年から中国籍の購入利益は減るようになりました。これは米国の統計ではありますが、しかし、その統計はしないわけではないんです。中国籍は米国の国籍に帰化したんです。なので、あの外国人ではないので、そういう統計はないんです。この数年間、中国のパスポートを持って米国で買う人が少ない原因というのは、グリーンカードを持っているか、 米国の国の籍になったかです。中国ではその外国に移民するというのは昔からあります。ただしピークというのは2017年から2019年でしょうと私は思います。つまりコロナの前までです。この10年間、平均毎年海外への移民の人口は20万人です。あるいは20万世帯だと言えます。例えば先にお父さんが行きます。次は家族で行きます。そういうイメージです。 米国移民を受けている平均7万人を毎年受けています。オーストラリアは19万人です。ニュージーランドは5万人です。カナダは2番目です。26万人から30万人の間です。現在、中国では外国に移民した人口は1000。 73万人です。これが中国政府が発表した数字なんです。つまり中国の国籍を辞めた数字ではあります。20国籍は中国では認めないんですが、でも多くの方は外国の国籍に帰化しました。でも中国にも籍を置いているのが現状なんです。1073万人とは世界では第3位です。しかし中国の鉄道は 国籍を辞める手続きするのであればもっと多いはずです。ナンバーワンは今のところですがインドです。次は移民多い国はメキシコとなります。次は第3位中国となります。ルパード最近あるレポートを出しました。中国の富裕層、世帯の数です。世帯です。中国では富裕層の定義としては資産が多いです。でもこれは富裕層とは限りません。 例えば、広大不動産の社長は主人員ですが、彼は富裕層ではないんです。なぜなら借金がいっぱいです。どちらか言えば、彼は赤字ですね。例えば、中国の上海。 北京、普通の世帯でしたら、不動産の価格は一つ大体ですね、億円を超えます。でもみんなローンで買っていますので、これも富裕層ではないんです。ただ、勘違いはしますけれども、本人は。例えば、資産は1億円です。借金は9990万円です。純資産は10万円です。これは富裕層ではないんです。例えば、2000万円の資産はあります。 でも、借金、負債はありません。この方の純資産は2000万円です。これは、富裕層という意味です。レポートの内容、ルパートのレポートの内容ですが、2021年、コロナの影響で不景気です。でも、中国の富裕層とは関係ありません。これについて紹介したいと思います。中国では、純資産。つまり、純の資産ですね。600万件以上の世帯。 これは億円だと思っていいと思います。1億円ぐらいです。600万件以上の世帯、約500万世帯です。そして多いです。多いと思います。そして1000万件およびそれ以上、純資産の世帯は200万世帯です。これは約1.8億円。まあ、超富裕層というふうに表現されています。次は1億円です。 1>, 1億円というのは純資産ですので、13万世帯でいます。これは約18億円となりますので、もうスーパー富裕層です。しかし、1億円の純資産を持つ世帯には、1億円の現金があるとは限りません。例えば、不動産数件持っているだけで、あの1億円はあります。でも、これはあの投資家とか企業の経営者とか、やはり現金は持っていません。 ルパートの調査では1億元いつでも使える投資はできる口座にそのお金は入っている状態です。これは7万7千世帯です。そして3千万ドルに相当する元ですが約34億円の世帯は5.4万世帯です。これが非常にすごい数字というふうに思いますがやはり中国の経済発展 このような方たちはやはり富裕層となりました。そして富裕層が住んでいる地域としては、北京は1位です。上海は第2位です。次は広州と新圳ですあ。いつも中部ではその4つの都市は、北京、上海、広州、新鮮と言いますが、やはりその順番ではあります。収入源は個人事業主は社長。 60%です。これは65%から減りました。1000、2000年でしたが65%でした。2021年は60%となりました。なぜならコロナの影響で事業を諦める人はやはりいています。例えば、不動産を仲介する会社も辞めました。あるいは学習塾を経営していました。あの、やっぱり辞めました。次は投資するマネージャーとか。 企業の管理者、管理職ですが、これは20%を占めています。次は株主の,株の投資家です。これは10%です。次は不動産の売買です。不動産を買って売って買って売ってこの転売で資産を集めてきましたと。これは10%です。このような富裕層は、市域の流れにはやはり影響はします。一般の方は、 あの量が多いですので、やはり四季の中で流れにはやはり影響はすると思います。人気のある移民先としては1つま1番ですが、カナダ2番は米国3。オーストラリア4。イギリス5。アイルランド6。日本獅シンガポール8。ギリシャ9。ポルトガル。 10、ニュージーランドです。これがトップ10となります。ニュージーランドは最初人気あったんです。でも、投資移民の制限は厳しくなったので下がりました。大10位となりました。カナダは米国を超えたんです。カナダは2020年の発表では3年間120万人の移民を受け入れますよという計画を出しました。そして、移民の手続きを簡単化にして条件も緩くしました。2021年、カナダは 米国を抜けて第一位となりました。これがカナダ不動産高騰の原因の一つでしょうと私は思います。中国では豊かな世帯、移民先としては1位カナダ、2位米国、3位オーストラリア、4位イギリスです。先と同じですが、原因としてはやはり国家の発展とチャンスです。この国は発展、成長する国にいて、自分にもチャンスがあるという意味ではあります。 次は教育です。まだ福利厚生と医療です。アイルランドは人気出てきました。移民はしやすいです。そして税金は安いんです。税金とは法人税です。12.5%なんです。先進国では安い方なんです。Google などの大手企業 Facebook もそうですが、EU 地域の本部をアイルランドに設置しています。今まではイギリスが EU の拠点でした。 でも、イギリスは EU から抜けてアイルランドとなりました。これからはわかりません。税金は高くなっていくでしょうというふうに言われています。例えば15%から25%になる可能性もあります。日本において中国人にとってはやはり人気はあります。そしてシンガポールよりも人気あります。原因としては文化と食事でしょうと私は思います。アメリカ料理とかイギリス料理とか カナダ料理とかかあんまり聞かないはずです。日本料理はやはり人気はあります。まあ、文化財として指定できるぐらいなので、そして社会の環境もそうです。福利厚生もそうです。医療に対しても,もう世界トップレベルです。世界トップレベルというのは世界1位とは言わないですが、もう1位だと言ってもいいぐらいなんです。 シンガポールは急成長です。なぜなら、香港はダメになったので、シンガポールは得になってきます。香港から外資系の企業はシンガポールに行こうとします。でも、香港からシンガポールに移民する人は実に少ないんです。香港の方は一番多く移民先はイギリスです。次は台湾です。 台湾はやはり行きやすいです。まだ台湾は、えー、特別な体制がありまして、香港の学生を受け入れていました。香港の学生たちは香港での進学が難しいんです。やはり競争が激しいですので、たくさんの国の人が来ますので、米国、イギリス行くのはやはりお金がかかります。そうすると台湾を選択しましょうと。台湾の物価が香港よりも安いです。生活のコストも安いです。 現在、元台湾に留学をしたことがある学生は台湾に行こうとします。やはり文化も分かっていますので。そして、ギリシャ、ポルトガルというのは一番簡単なんです。現地で不動産買えばいいくらいなんです。毎年行ってビザを更新するだけでいいんです。なので、中国人にも人気はあります。移民をする世帯ですが、一番考えるのは これ自分が持っている資産ですね。どうやって守る次は、まあ、まだ増やすかです。次はその国の福利構成です。資産を守る、そして資産を増やすの違いなんですが、若ければ資産を増やそうとします。でも年を取ると安定さを求めます。資産を増やすより安定がいいんです。このような違いなんですが、中国の移民は特別ではありますが、今まででしたら、 外国の国籍を持っています。あるいは手続きはしました。でもその国では生活はしません。例えば、日本だといえば、北海道とか京都に不動産を持っています。でも住まない中国人は実にいます。米国、カナダも同じなんです。あるいは子供と奥さんが先に行ってもらって、でもお父さんは中国で稼ぐ。まだ商売をしますと。 つまり、移民手続きはしました。でも、実際的には済まないんです。日本は移民の国ではありませんので、移民の手続きはないんです。でも、企業を経営するというビザは簡単に申請できます。去年まで多くの人は行きました。これが事実ではあります。まあ、去年というより2019年と2020年,2020年といった方がいいと思います。大体、2018年から2020年までがピークだったと私は思います。 これは海外旅行も同じなんですが、まあ、当時は移民の流行りでもありました。周りの人がみんな海外に行きます。旅行に行きます。そして SNS で自慢されます。自分も海外に行こうとします。でも移民となってくると、例えば商売先、 付き合い先ですが、みんな、どことの国のピザ持っていますとか、どことの国で不動産を持っているとか、やはりそういう雰囲気はありました。なので、海外で不動産を所有するというのは、やはり流行りではありました。でも、今までは、その海外に持っていた資産、資金ですが、去年とか、大体ですが、不動産を買うようにしてきました。 これからはわかりませんが、今まででしたら進まないんです。でもこれからは多分ですね、進むようになってくると思います。なぜなら、中国には、まあ去年でしたが、共同富裕という言葉が出てきました。これは、あの、私はいいんです。でも、アリーパパの弱魔のレベルからの方にとってはですね、資産家にとっては、やはり、 ま、危険です。嬉しくないんです。なぜなら、私と資産をプラスして割る2でしたら、私は嬉しいんです。でも、アリババの着魔は絶対嫌です。なので、あの、これはもう昔ですので、みんなしています。共同富裕と言われると、やはりお金、持ちの人からお金を取るっていう意味ですので、みんな慌てて、やはり逃げようとします。次は、やはり教育です。 学習塾はもうダメです。そして学校ではやはり洗能の教育となりますので、これも良くないです。そして次は現実的ですので、まあ、経済ですね。例えば、去年は輸出の企業、あるいは輸出に関連する企業はいいんです。それ以外の商売は全くダメです。例えば飲食店とかでしたら、やはり ダメです。あるいはショッピングモールに出店してそこの経営はもうダメです。ショッピングモール時代は人が来ませんのでどうしようもできないんです。そして中国の不動産の価格ですが去年の後半から下がるようになってきました。これは裕その動きに関係あるとは思います。例えば外国で買うようになったからでしょうと思いますがこれで例えば 外国で買わずに中国でまだ不動産を買う、あるいは投資をするとなれば中国の不動産はまたもうちょっと上がると思います。急に下がることはないかなというふうに思います。でも今はやはりダメです。この状態が今年、あるいは来年も続くというふうに思います。でも中国の移民ということで、あの、やはり米国、カナダ、オーストラリア、そして、まあ、あの日本の不動産もそうですが、 中国の移民だからこそ、中国の資金が流れてきたからこそ、不動産は上がったとは言えないんです。なぜなら、不動産の上昇の原因は主に、 あの、国の、自分自身の国の政府の金融政策だと思います。やはり金融緩和もありますし、そして現実的に人件費も上がっていると思います。例えば、日本の最低賃金も上がっていますあの。アメリカもそうです。カナダもそうです。イギリスもそうです。そして、現在の高騰、どうしてもやはり出ています。例えば、木とか木です。そして、そういう、あの、例えば、旧統木とか。 ガスの設備とか、そういったものも、えー、非常に上がってきていますので、それはどうしてもできないんですね。あの、値段は高くなっていきます、コストが。まだ、金利の安さです。金融緩和をしますので、銀行がやはり積極的にお金を貸していこうと。っていうのは、あの、やはり原因ではないかなというふうに思います。ただし、中国からの資金はそれを押したと。 まあ支援した、あるいは援助をしたと、もっと売れるように、あるいはもっと高くなったようにしたというふうに思います。やはり資金の規模が大きいですので、まあこれがしばらくは続くというふうに思います。まあこれが中国の今の現状ではあります。たくさんの富裕層はやはり出ていこうという意味ではありますので、この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。